はおしゃれですね。お店もいっぱいあります。甘い香りもいっぱいしますね、ミリア先輩。はい、原宿は実にいい街です。これどういうこと？なんで結局原宿来てるの？お姉さんには全くわからないわ。なんだよ、原妻のところに行くんじゃないのかよ。もう一度確認をしますが、遊びに行くわけではありません。行き先が原宿だというだけならともかく、その目的が遊びに行くためだなどと。原宿？いえ、いいですね、原宿。あそこには確か青戸館という刀剣商が店を構えていたはずです。そうですね、確かに一刻を争う任務でもありませんし、娘清香さんの言う通り、とりあえず原宿に向かうということでいかがでしょう。まあ来ちゃったからには楽しまないと損は損だよね。そうなんだけど。ジヌ、何か気になることでもあるの？なんでもないの。そうね、私たち西日本組は東京なんてめったに来られないんだから、楽しまないと損ね。うちは中部地方、関西じゃないよ、ちね。あ、アイス食べようよ、アイス。あのお店すっごい並んでる、きっと美味しいって。ああ、なんだ、そんじゃあ私はその辺ブラブラしてくる。じゃあな。アイス、アイス。ジネ、何にする？私はメロンシャーベット。もう結局美穂ちゃん甘いものに夢中じゃない。別に来たくなかったわけじゃないし。原宿だよ、一回は来てみたいと思うよね。変かな。そんなことないわ。じゃあ私はコットンキャンディー味で。コットンキャンディー、綿菓子のこと。なるほど、わかった、行ってくるね。あの、あっちのお店でお洋服見てきていいですか？大好きなブランドのお店なんです。あっちのお店のブーツもすっごく可愛いのがあって。って言ってるけど、ミルヤさんどう？そうですね、わかりました。では私は娘清香さんと行動を共にします。本当ですか？じゃあ行きましょう。ミルヤさん背が高いから何でも似合うと思います。とっても羨ましいです。なんかみんな普通の女の子ね。もしかして清香ちゃんに影響されてるのかしら。私も美穂ちゃんのところに行こうっと。お待たせ、美穂ちゃん。せっかくだから私も一緒に並ぶことに。どうしたの？何かあった？ちね、あれ、お店の中。何が、え？あれって、江藤かなみさんと十条日和さん？どうする？話しかける？そうしたいけど、やめとく。ここで接触したら、ミルヤさんたちにかなみたちがいることバレちゃうと思うし。そうなったら困るわね。じゃあ私たちは。待って、美穂ちゃん、スペクトラムファインダーが反応してる。アラダマが近くに？ファインダー見せて。こっちは代々木公園の方から来てるみたい。急ごう、みんなと合流して迎え撃たないと。K
緊急放送。現在竹下通りで荒玉が発生しています。機動隊が到着するまで現場には近づかず、警察都知の誘導に従い迅速に避難してください。やっと放送がかかった。管轄の都市の人たちが動き出してくれたんだね。でも今ここにはまだ私たちしかいないから。ふん、借り放題じゃねえか。こいつらは私が借り尽くしてやんよ。待て、七の里小吹、突出するな。荒玉をそちらに追い込んでは民間に被害が出る。ダメですか。喧騒の中では七の里小吹にまで声が通りません。どうするべきでしょうか。ここは朝倉美穂に呼びに行かせるべきなのでしょうが、多分彼女では七の里小吹を呼び戻すことはできません。戦術としては下の下ですが、一旦瀬戸内千恵さん、こちらは任せます。七の里小吹を呼び戻すまで持ちこたえてください。え？私はどうすれば。キヨコちゃん、チネはムスミさんを守って、一人で長く持たせる自信はないけど、敵は引きつけておくから。戦うしかないんですよね。まだいけるはずです。弱すぎ。私がやっつけちゃうよ。私が守らなきゃ。これはいかが。頑張ります。さすがです。ちょっと本気出してあげる。しないで。荒玉がそっちに行ったわ。ごめんなさい。私、ああ、逃げてちゃダメだよ、むすびさん。危ない。分かってはいたけど、もしかしてむすびさん戦うの怖がってる。どうしなのに。私は清香ちゃんを守るので手一杯。美穂乃ちゃんは多分そんなに長く持たない。もう一人、あともう一人いれば、せめてキトラさんが帰ってくるまで持たせられるのに。私も加勢します。あっ、長船の方、指揮下に入りますので指示をお願いします。え、柳瀬さん、どうして。朝倉さん、私かなみちゃんを追ってきたの。でも詳しいことは後で。あ、わかった。遊んでいいの。やった。妙眼。お姉さんの役目だものね。はい。サンキュー。別になんとかなるけどね。手加減はいらないよね。どうしようかしら。全力を出せば。ちょっと本気出してあげる。間近で戦うと分かる。
七瀬さんの立ち筋ってものすごく綺麗なんだ。とても真面目で、でも一本調子じゃなくて、当たり前の研鑽を実直に積み上げ続けて、その先にある自分なりの立ち筋に手が届きつつある。手堅いのに型だけには収まらない。そんな剣、校内予選では直接当たらなかったけど、当たってたら多分そこで負けてた気がする。準優勝も納得の腕前だよね。しまった、朝倉さん、そちらに行きました。うん、任せて。さすがですね、朝倉さん。かなみちゃんが褒めていただけのことはあります。え、かなみが？はい、昨日も宿で。みほのちゃんとの試合、予選で一番面白かった。次に出てくる一手一手がね、全く先が読めないんだよ。そこが見えなくて、もっと先を見たくなってなんて言ってたんですよ。何それ、めちゃくちゃ照れる。あと、どうして途中で失速したのかも気にしてたかな。そっちはめちゃくちゃへこむね。だけど柳瀬さんも前で。え、前でお願い。だから私もみほのちゃんって呼ばせて。実は気になってたんです。うん、気になってたの。かなみちゃんが楽しそうに話す朝倉さんって一体どんな子なのかなって。もしかするとこれって嫉妬なのかもしれませんね。